体、もういいの？はい、おかげさまで。改めて、この間はありがとうございました。いいって。つかお前、その制服。少し迷いましたが、今まで通りにしました。皆さんも別に。あ、探偵王子だ。王子じゃねえよ。あいつ、女なんだってよ。うそー。あいつが女だったら、やべって。なんかちょっとがっかりなような、でもグッとくるような。つかそういう目で見ると逆にいけてない？やれやれ、噂は早いですね。ありがとうございます。でも別に辛いってわけじゃないですし、そんなに気にしないでください。今まで通りでいいですよ。それより一度皆さんと集まって事件のことをお話ししないと。この事件はこの町に潜む誰かによって行われている誘拐殺人事件です。まだ終わってない。詳しい話は放課後にしましょう。はじめにチャイムが鳴ったんです。ところが玄関に出ても誰もいなくて、不審に思っていたら急に後ろから腕が回って何かで口を塞がれたんです。それからすぐに袋のようなものをかぶせられて、おそらく担いで運ばれました。よくそんな覚えてるね。意識を奪うために薬物を使ったようですが、完全には意識を失わずに済んだので、想像していた手口と近かったし、心の準備ができていました。それに少しでも情報を得ておきたくて必死でしたから。さすが名探偵ね。褒められたことかよ。冷静すぎんだっつーの。手際や体格から言って犯人は男でしょう。会話も相づらしい声も一切なかったので単独犯だと思います。ただここから先がどうもよくわからない。一度体に衝撃があって、おそらく僕はその時にテレビの中へ落とされたんだと思いますが、それまでの時間が短すぎた気がするんです。囚われてからものの数分という感じでした。捕まった直後にテレビにってこと？あ、道端にテレビがあったとか。そのあたりからの記憶はさすがにあやふやなんですが。そっか。しかし驚いたな。まさか犯人マジで玄関からピンポーンかよ。よく覚えてないという皆さんの証言の理由がようやくわかりました。あれだけの異常体験と心身の消耗、混乱をきたして当然です。ただ状況を見ると、僕と皆さんの失踪体験は真似る必要のないところまでよく似ている。おそらく犯人は同一人物と見て間違いないでしょう。それじゃあモロキンを殺したっていうあの久保って子は。これではっきりしました。本筋が証明できないうちは厳密には確定しませんが、久保はやはり諸岡さんを殺したに過ぎません。真犯人の手口を真似ただけの模倣犯です。道理で諸金だけ例外だらけだったわけだぜ。久保が
どこであの世界について知ったのかという謎は残りますが。それだ、私が引っかかってたの。つまりさ、久保はテレビに入れるわけでしょ。どうして同じ方法でモロキン殺さなかったの？それはおそらく向こうの世界について真犯人ほどには理解していなかったんでしょう。こうして自分が出入りできる身になっても、あれを殺人に使えるなんて思いもよらない。まして遺体の様子を知っただけでは、手口があの世界絡みだなんて分かりようがない。多分久保は指名手配され、ギリギリまで追い詰められて初めて思いついたんでしょう。体ごとテレビに入るという選択を。世間で騒がれてる異常な遺体状況も向こう側ゆえなんでしょう。あんな場所からリスクを冒して誰かが運び出してると考えるよりずっと自然です。霧の火にぶら下げるという意味不明の状況もアピールなんかじゃなかったわけだ。とにかく全ては本人から直に聴取できれば早いんですが、あいにく僕は捜査からは外された身です。それに警察がこんな話にまともに取り合うとも思えない。っていうか、犯人が別にいるって事態認めないんだろうな。テレビで記者会見とかやったのをひっくり返すのって重たいからね。僕が捜査から外された最大の理由もその可能性を訴えたからだと思います。警察は逮捕してしまった容疑者をやすやすとは覆さないでしょう。まして少年だ。それに今の警察内部は今回の逮捕で事件を終わりにしたい空気ですから。犯人は他にいるかもって可能性消えてないのに。クソが、なこったろうと思ったぜ。ま、花から信用しちゃいねえがな。けどさ、ナオト、お前現場でそんだけがっつり冷静だったならもうちょっとこうさ、取り押さえろとまでは言わないけど、外出たら後ろからって名探偵的にどうよ。いや、正直言うとその結構怖くて、ごめんなさい。そんな仕方ないよ。私たちだって抵抗できなかったのに、下級生の、それも女の子だよ。まあそうだな、話聞いてるとつい忘れちまうぜ。っていうか、なんですか？飛んでるお嬢さんだな。ともかく真犯人はこれからも犯行を続けると見て間違いないでしょう。次の動きがあるまで今は様子を見るしかありませんが、もう仕事でも他人事でもありません。僕は僕らが狙われたことの真実を知りたい。僕にも協力させてください。ありがとうございます。改めてよろしくお願いします、リーダー。頭いいキャラの人の僕、この展開読んでたのよね。はい、出た、ナオトメガネ。ありがとう。君のことは聞いてるよ。自分を探したいって気持ちは僕もわかる。できることがあったら協力するから。うわ、全然いい子クマ。
ごめんね。これもらってくれる？ここでの私はあなたにあげるわ。何が正しいのか、何を選択するべきなのか、答えはあなたの中にあるのよ。それじゃあ、さよなら。失礼します。今日の放課後、時間ありますか？なんか事件？いえ、実は熊くんを医者に見せてみたいんです。医者？獣医さん？一応人間用のです。空いてるなら今日の放課後、精密検査を受けられるように手配しましたから。熊くんが何者なのか、まずは普通に医者に見てもらうのもいいのかなと。それに僕たち自身のことも調べてみた方がいいかと思ったんです。向こうの世界の霧やあの力が体に何か影響を蓄積させていないかどうか。僕よりも皆さんの方が長いでしょうし、一度見てもらった方がいいかと。え？影響？怖いことさらっと言うなよ。そっか、その発想なかったわ。辰巳くんや久慈川さんの分も頼んであります。うわ、手際いい。あんた本当に高校生？見た目は小さいけどな。じゃあまた放課後に。
通の健康診断だったな。すっげえ機械に乗って回されたりすんのちっと期待したんすけどね。受けた意味あったのかな。お医者さんもなんか不思議そうな顔してたし。あ、戻ってきた。お待たせしました。お待たせしま、クマ。で、クマのことなんかわかったか。わかりましたよ。わからないってことが。レントゲンを取ってもらったんですが、映りませんでした。何度取ってもぼやけてしまって。見た目の様子や触診では異常はないそうです。機械がおかしいかもしれないので、まだ心配なら別の病院に行けと言われました。逆に迷惑をかけた気がしますね。やっぱり普通と違うんだね。やだな、もう。クマ、奥の奥まで見られちゃった。だから見えてねえっての。まあ異常はねえってことなんすよね。けどこいつもそうっすけど、実際何なんすかね、ペルソナとかシャドウとか。そういや、前に図書館やらネットで調べてみたぜ。ペルソナってのはなんつうか別の人格みたいな意味だろ。関連ワードでシャドウってのもあった気がするけど。シャドウはシャドウ、人間から出るものだと思う。うまく言えないんだけど。僕もあの後少し調べてみたんです。一般にペルソナやシャドウというと心理学用語のようですね。ただ僕らの知っているあれはもちろんそれだけじゃ説明できません。たまたま手に入れたある非公式な計画文書にこう書いてありました。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。ペルソナともなるんだよ。根っこは同じもんってか。けどそか、ぶっ倒したシャドウがペルソナに化けんだもんな。まあ細けえことはいい。何者だろうと邪魔すんならぶっ潰すだけだぜ。ただあの世界とどういう関係かまではさすがにつかめませんでしたが。なんか自分自身のことなのにわかんないことばっかりね。わかることもあるクマよ。クマはね、もっと活かしたデータをいろいろ持ってんの。なんかさ、クマだけ見られるんじゃ恥ずかしいから。今のご時世、情報開示って大事ですよね。ということで、みんなの検査結果、ドキドキ大発表クマ。な、冗談じゃないっての、返してよ。ほほー、足短い率第1位は、あー、あの人ね。俺じゃないよな。つかんなことまで調べたんかよ。よし、どうせ発表するならな、スリーサイズいけ。はぁ、バッカじゃないの。私は別にいいけど、特にプロフ出てるし。あ、胸だけ2センチサバ読んだけど、事務所に言われて。ダメ、ダメだから。先輩気にしなくても男の子には受けると思うけどな。
それに胸はこのくらい控えめの方が和服は着やすいと思うし。な、な、そっか、ナオトくんもか。ナオトくんは、これ本当？測り間違えてない？とにかくこの検査結果では僕らに健康上の問題は見つかりませんでした。だからこれはもう必要ありません。シュレッダーに入れてきます。まあみんな健康で何よりだな。そうだね、帰ろ帰ろ。結局映んなかったクマね。クマの正体何なのかな。ありがとう先生。おう、おかえり。
お、サミー、なんでこんな日に屋上集合？休養って何？花村先輩。まったくだ、クマ。クマはジュネスのチラシ配りでお忙しいクマよ。いや、校門でナンパしまくってたでしょうが。事件に何か進展でも？頼む、助けてくれ。お前らだけが頼りだ。今週末、開けてくれ。今週末、もしかして中止になった稲葉署のイベント絡みですか？何の話？今度の日曜日、アイドルの増田かなみさんが一日署長をする予定だったんです。なんと、花丸急上昇中のかなみんがこのようなど田舎に。かなみ、もうそんな仕事取るようになったんだ。確かに最近テレビでよく見るかも。リセちゃんと同じ事務所なんだ。てか、今稲葉市に来るって地味に私の騒ぎに追い風にしようってことじゃん。それがポシャルと、なんで花村先輩がヤバいんすか？ちゃっかり便乗セールを企画してたら裏目に出ちゃったクマね。笑い事じゃねえ。警察の中止決定遅くてさ、親父マジ困ってんだ。超頑張って準備してたのに見てらんねえ。てかもう残念じゃ済まねえんだよ。いろいろ僕の失踪騒ぎで警察署の受け入れ準備ができなかったと聞きました。すみません、僕のせいで。いや、お前が気にすることねえけどさ、まあそういうことらしい。で、俺ら呼んでどうしろっつうんすか？そこまでの話だと正直私らには。みんなにはいろいろ準備とか手伝ってほしいんだ。で、その久慈川さんには、なんだ、ジュネスでイベントなどを。私にカナミの代わりをやれってこと？やっぱダメ。もしかしてマジで結構ヤバいの？わかんねえ、俺息子ったってバイトだし。けどなんか親父が妙に優しいんだよ。まさか首とかあんのかな。そしたらまた転校とかマジかよ、どうしよう。歌と握手だけ。サインとか高校生って肩書きでできないことは全部 NG。 逆に大ごとになっちゃうから。で、先輩たちも一緒に出るなら考えてもいい。一緒に出るって、あ、アイドルとかそういうの困る。スカウトとか来たら困る。ジュネスと専属契約してるから困る。いや、困り方おかしいだろ。でもよ、お前が歌うとして俺ら何すんだよ。バックバンドに決まってるでしょ。言っとくけど、ありものは流せないからね。いやいやいや、バンドとか無理ゲーすぎだろう。鍵盤なら少し弾けなくもないです。祖父の勧めでピアノを習ってましたから。持ってこれますよ、キーボード。乗り気？今回の件は僕のせいでもありますから。
やれることはやりますよ。ナオト、サンキュな。そういうことなら俺もギターはあるぜ。弾いたことはあんまねえけど。てか、うっかり買ったベースも物置にあった気すんぞ。うっかり買うか。どうせ間違ったんでしょ。そういうことならうちにも宴会用の何かある。何かすか。じゃあ決まり。私、バンドスコアのある曲探してくる。先輩たちは楽器と場所なんとかしといて。わかった。なるべく簡単なやつにしてね。よし、やるってなったら燃えてきた。音楽室借りれないかすぐ聞いてこよう。で、どうすんのこれ。吹奏楽部で余ってんのとか適当にかき集めてきたけど。あれなんすか。ドラだけど。いや、知らないのみたいに言われましても。知恵がね、鳴らしたいかと思って。ほら、中華っぽいし。いや、中華かどうかはこの際どうでもいいけど。凌介、これちょっと持ってみるかな。なんだよ。なるほど、これは。ああ、あんた武器そんなだよね。ちょっとそれでペルソナ出してみ。よし、ペルソナって出せるか。なら私これにする。これなら扇の代わりにならないかな。頭が宴会属性になってんな。てか、シャカシャカ振るよりまずギターとかだろ。なあ、俺ギターやるからベースやらね。少しなら教えられるし。おお、お前にそう呼ばれる日が来るとはな。よっしゃ、ここは一つ俺の超絶エアテク披露してやっか。じゃあ先輩たちとナオト君は確定として、カンジはドラムね。勝手に決めんな、こら。あんたが前出たらメタルバンドみたいになるでしょ。ドラもいけんじゃね。お前、叩いたり踏んだりは得意だろ。へりくつだろそれ。ふふふふ、ならクマは魅惑の打楽器ちゃんたちを総取りクマ。ヘイベイビー、ソウルのままに熱いビートを打ち鳴らすぜ。あのさ、もしかして私とユキコ余ってない。先輩たちはバックコーラスとかパートあるよ。う、歌？無理無理無理、なんか持つ。簡単そうなのは。おお、なんかそれっぽくね。うん、見た感じ悪くないかも。音出ない。こ
それ壊れてんじゃん。なんかスースー言うよ。はじめはみんなそうよ。とにかく時間ないし練習始めましょう。この紙に書いてあるオタマジャクシは何者クマ？そういや私楽譜とか読めないわ。やっぱ転校するのか俺。中島修です。お母さん、それじゃあ。もう一回頭から。ワン、ツー、スリー、フォー。私でもないよ。だってこれ音出ないし。ナウでヤングなオーディエンスたちは音楽にもう意外性を求めているクマ。
突然響くイオン。それは予想を超える罪な裏切り。わかるかな？よーくわかったぜ。犯人はクマですって意味で合ってっか？あれ、クマの予想を超えるリアクション。少し休憩にしませんか？朝からずっと続けてますし。そうすっか、指ビッキビキだしな。ナイスフォローよ、ダーちゃん。クマほの字になっちゃう。ほっとこ、このクマ子。これ、本当に間に合うのかよ。どう考えても無理な気がしてきたぞ。時間なさすぎだよね。お前、時々根性論だよな。でもなんか先輩らしい。当たり前だぜ。ここで諦めたら全部水の泡じゃねえか。喧嘩ってな、壁際で囲まれてからが本番なんすよ。おい、いつから体育会系になってんだよ。私もやる。もう花村のことだけじゃないよ。単純に諦めるの悔しいし。安心して、花村先輩。私、受けたからにはやるよ。最善を尽くしますとか、そんなゆるく受けたつもりないから。必ずお客さん集めてみせるし、全員満足して帰ってもらう。だからお願い、協力して。やべえ、プロがいる。それじゃあ、そろそろ練習を再開しましょうか。よっしゃ、やるか。音出た。これ、壊れてなかったんだ。じゃあ、そろそろ歌を合わせてみよう。次は私歌うから。まあまあまあ、待った。もうちょっとこなれてからにしね。本物のリセチーと合わせるとか、なんつうか、心の準備が。そういうこと考えないの。先輩たち頑張ってるのに、私これ以上見てるとかやだもん。いくよ、ワン、ツー、スリー、ファン。今の結構良かったんじゃね？なんかそれっぽかった。うん、いい感じ。希望が見えてきましたね。みんな、厳しいレッスンに耐えてよくここまで勝ち抜いたクマ。あとは自分の殻を脱ぎ捨てるだけ。そうすればお茶の間デビューが待ってるクマ。死ねっつの。テレビもう出たけどね、私たち。真夜中のやつ。殻脱げるっていうか、服脱げたけどね。俺の殻は脱げるどころかコッパミジンコだぜ。みんなほら元気出そうね。疲
かお前、ズダッと並べといて結局タンバリンだけじゃねえか。ノーアルクマは鮭を取るちゅう言葉を知らんクマ。本番ではサプライズなミュージックを奏でて助手を濃殺クマ。鮭じゃねえし、つかやめろって。俺らアドリブこなすスキルねえんだから。いいか、練習通りだぞ。じゃないとバイト中のホームランバーは全額自腹で払わす。練習通りきちっとやらせていただきます。じゃあもう一回頭からね。さっきの調子で行ってみよう。帰ってきたか。やっべえ、お客予想以上に集まってる。そういうの言うなっての。余計緊張すんでしょ。衣装これでよかったんすかね。普通に制服っすけど、それも冬の。しょうがねえだろ、俺ら衣装なんて持ってねえし。ひと夏着ちまった夏服じゃ衣装になんねえし、明日から衣替えだからちょうどいいだろう。やべえ、足が勝手に震えちまう。いつもより余計にビートを刻んでおります。うるせえ、笑えねえんだよ。直人君はテレビで慣れてるんじゃないの。さっきから全然喋ってないけど。人前で演奏だなんて、小さい頃のピアノの発表会以来ですから。テレビのインタビューの方がずっと楽です。失敗しても恥をかくのは自分だけですし。あれを楽だっつうのもすげえな。もういろいろやべえ。お前緊張とかしねえの。限界ってお前。先生のお顔がつゆだく。もうどうすんだ。今誰か。みんなちょっと集まって。わかった。心臓バクバクでしょ。私もだよ。でもね、だからライブにはパワーがあるの。完璧にって思いすぎないで。お客さんは楽しくなりたいんだもん。まず私たちが楽しまなきゃ。リセちゃん、私がせーのって言ったらおーって返してね。オッケー。ファンと仲間と自分に感謝。
完全燃焼一本勝負、せーの、オー、気合注入完了。いいか、練習通りだからな。よし、やったるか。いくよ、アルファ。つってんぞ。そっか、考えてなかった。これ一曲しかないのにどうしよう。どうするも何も、無視して下がるか同じ曲をやるしか選択肢が。リセが MC で正直に事情を話せばリピートでもギリ許されんじゃね。今のやつ、さっきも。もう、なってきた。ちょっとクマさん。とや。オーイエーイ、これぞライブの第一回。予習しておいた甲斐があったクマ。演奏無理じゃん。こうなりゃ勢いでみんなでダイブとかは、お茶濁して帰る的な。ダイブ。そこワクッとした声出さない。っていうか七人飛ぶとか普通に迷惑だから。じゃあどうすんだ、他に方法あんのかよ。そんな飛びたきゃ男子だけ行けばいいっしょ。おーよ、男見せてやるぜ。ちょっとバカ。避けんのうますぎだろ。男は顔で立てんすね。知らなかったぜ。帰ってきたか。
had to leave